ライオンズクラブの会消。ライオンズクラブは、社会奉仕団体、ライオンズクラブ国際協会に所属する単位クラブである。ロータリークラブのように、社会奉仕活動を、職域や個人で行うだけでなく、集団で有意義に効果を高める目的の有効団体である。日常生活の中で、会員がクラブ活動を楽しみつつ、地域社会に奉仕することを目的に活動している。 具体的な活動は月に2回行われる霊会が軸となる。霊会はクラブの最高議決機関であり、執行機関である理事会の決定であっても、霊会の承認なしには実行できないなど強大な権限を有する。会員は霊会への出席義務を負う。名称は創設者のメルビン・ジョーンズによって、ライオンにちなんで付けられた。ライオンズクラブの紋章にも2頭のライオンの頭部が、 自由、労働、忠誠、愛、生命、ライオンを表す L の文字の左右に配置されている。二頭のライオンはそれぞれ過去の歴史と未来の運動を見つめているとされ、無償の行為があらゆる方向に向かって進むことを意味する。会員は、ライオンズの誓いと呼ばれる誓いを立てて入会する。ライオンズクラブの目的に沿った行動とその元となる考え方をライオニズムと呼び、 会員には人間が持つべき近代的ヒューマニズムを連帯的活動の中で実現する積極的な行動が期待される。スローガンはリバティ、インテリジェンス、アワーネーション、s f t である。スローガンは社会に示す旗印としての役割を持ち、具体的には洗練された自由思想を守りルールを遵守すること、善意愛、方針について本能的に判断する心。 身辺や地域の安全につながる国家の安泰を願う心を意味する。モットーはウィーサーブであり、独力ではなく集団の力で経済力のみならず、知恵と労力を持って奉仕するというライオンズクラブの特徴が表現されている。世界の一部との間に相互理解の精神を培い発展させるという目的を達成するために各クラブは他国のクラブと 姉妹提携を結び、姉妹クラブからの要請で国外でもアクティビティを行っている。また、ライオンズ国際協会は1968年に設立したライオンズクラブ国際財団を通じて、災害時の支援や発展途上国の経済的自立を促すためのアクティビティを行っている。さらに青少年育成プログラムとして、16歳から21歳までの優秀な青少年が、 ライオンズクラブのスポンサーにより、他国の家庭にホームステイする家プログラムが実施されている。2017年6月30日現在、全世界でクラブは47,390、会員は1425,795人、日本国内のクラブは3,056、会員は116,865人である。単一クラブは地域名称を冠していることが多いが、 該当地域に居住地や事業所を許さない会員もいる。単一クラブの会員数は平均的には約260人である。ライオンズクラブの活動を支える補助的な活動を行う組織としてライオネスクラブがある。ライオンズクラブの会員資格が成人男子であった時代に青年女子のために作られた組織であったが1987年に ライオンズクラブの性別要件が撤廃されたことに伴い男性の入会も可能となった。また、少年に自立と奉仕の精神を根付かせるために、ライオンズクラブがスポンサーとなり、地域社会への奉仕や国際的な相互理解の促進を方針とするレオクラブと呼ばれるクラブが組織されている。1917年シカゴのロータリークラブ会員であったメルビン・ジョーンズが、 社会全般の向上のために活動するサークルを作ろうと他のサークルに呼びかけ、6月7日に九州27のクラブの代表者をシカゴに招き、ライオンズ協会を設立した。同年10月8日には、第1回の大会が開かれたことで組織が完成した。10月8日は、世界ライオンズデートされ、毎年外頭活動等の記念行事が行われている。 日本では1952年3月にフィリピンのマニラ・ライオンズ・クラブのスポンサーの下で東京・ライオンズ・クラブが発足し、初代会長、石川金一は1959年に国際理事となった。1981年には京都クラブ所属の村上香るが国際会長に就任した。善良な特性の持ち主で地域社会で聖望を得ている成人が、 クラブによって調整されることで会員となる。調整の前には、経歴調査や地域社会への紹介が行われる。なおかつては、会員資格が成人男子に限られていたが、1987年に国際快則が改正され、性別要件が撤廃された。会員は、自分の名前の前と他の会員の名前の後ろに、ライオンの故障をつけて呼び合う。署名の先頭に、 ライオンの省略を表す L の文字を置くこともある。会員には以下の種類がある。ほとんどの会員は正会員である。例会などの活動に参加できない会員は理事会の判断により6ヶ月に限り不在会員となることができる。不在会員は投票や役職への就任ができない。クラブや地域社会に多大な貢献をした非会員は クラブの総意に基づき名誉会員となることができる。名誉会員は、不在会員と同じく不在会員は、投票や役職への就任はできないが、霊会や会合に出席することができる。資格返上を申し出た在籍15年以上の正会員は、理事会によって、有退会員として扱われることがある。有退会員は、霊会出席義務を免れつつ役職への就任が、 認められるなどの優遇を受ける。終身会員は、継続して20年以上正会員、または継続して15年以上正会員で70歳に、達する会員や、重篤な病気にかかりクラブや地域社会、国際協会に対し多大な貢献をした会員、さらに国際協会の役員を務めた継続20年以上の正会員が、国際理事会の承認によりなることができる。 元のクラブへ席を残しつつ、他の地域のクラブへの所属を希望する者について、元のクラブの理事会は巡回員として招整することができる。巡回員は出席した会合での投票権を持つが役職に就くことができない。全面的な活動ができないがクラブへの所属を希望する者については、理事会が参助会員として招整することができる。 巡会員は出席した会合での投票権を持つが役職に就くことができない。なお、同じ職業の者が多く集まると同業者意識が強くなることから、クラブによっては2名を超えて同じ職業の者を会員として招整してはいけない、旨を規定している。ライオンズクラブの目的を達成するためのあらゆる活動をアクティビティと呼ぶ。すべてのライオンズクラブはアクティビティを検討。 実施するための事業委員会を持つ。事業委員会は、クラブの活動目的を区分し、その上で、それぞれの目的に応じた、常設委員会が設置される。ライオンズクラブは、献血、献眼、献人を、参考運動と呼び推進している。骨髄バンクへのドナー登録を参考運動に付加しているクラブも存在する。さらに2017年で100周年を迎えたことから、 奉仕目標として、チャレンジ方針を立て、以下の5つの主力奉仕活動を掲げている。その他アイスや、災害など様々な人道奉仕活動を行っている。ライオンズクラブ国際協会は、世界中にある約4万4000のライオンズクラブによって構成される、国際組織で年1回開かれる、年次大会によって、意思決定を行っている。 各クラブの理事会は大議員を任命し、年次大会へ派遣する。国際大会で新たに選出された国際会長は、国際プログラムと呼ばれる重点プログラムを発表し、全世界の会員に向けてユニオンメッセージを発する。さらに会長はより具体的な指針として、奉仕重点プログラムを打ち出す。過去に指示された重点プログラムとしては、糖尿病対策、薬害教育、 前述のライオンズクラブ国際財団設立などがある。ライオンズクラブは国際協会の認証を受けて活動しており、国際快速及び不足を批准して、それに従うことに同意している。国際快速第11条には、クラブの責務として、毎月少なくとも2回定期的に例会を開くことや、地域生活の生活、文化、福祉、 高特心の向上を及び国際的な相互理解を促進するための事業を行うことなど12の項目が定められている。各クラブも快則を持ち、スローガン、モットー、目的、会員などの基本項目は国際快則とほぼ同じ内容となっている。ありがとうございます。